中国の天津懲役国際食品カンシーフ紅焼き牛肉麺、揚げ麺に粉末スープと調味料、カークとフォークがついています。麺は中太で縮れが強く、食感は軽いです。量は少ないです。スープは少し透明感があり、味の要素は比較的単純です。刺激が強いですが、余韻は残りません。牛肉味で農心の辛ラーメンをあっさりさせたような印象です。中国では人気ナンバーワンの製品ですが、日本人の嗜好にはちょっと合わない気がします。